三枚目です歩き歩き。みんな曲がるね。よし。ねえねえ。はい。また。私が奥。え、かわいい。無事。これ一番は。はーい。はーい、お待たせしました。来た来た。あとそばを一つと、ソーキそばですね。はい、ありがとうございます。醤油の骨入れ、失礼いたします。ソーキの骨入れだって。ゆうこのは、アーサーそば。どうですか？美味しい。いただきます。いただきます。あ、紅生姜入れよう。いただきます。あ、見て麺もアーサーだ。本当だ、練り込まれてるんだね。いただきます。これも美味しい。三枚目肉。味違う。すごい。紅生姜入れるとさっぱりで美味しい。本当？うん。なんか沖縄そばだよね。これソーキそば？こんな美味しいんだ。もうすっごいここさ行列だったね。行列だよ、だって並んでた。まあ今日寒いから、外の席ちょっと空いてて早く入れたけど、中30分待ちぐらいだよ。なんだよね。かまぼこ？あ、ありがとう。全部に青さが入ってんだ。本当だね。ね、普通のソーキそばも食べてみる？はい、どうぞ。ソーキそば。違う。どう？ソーキそばは。美味しい。よりあっさり。だよね。ジューシーって何？ジューシー、なんだろう。うまっ。何これ、炊き込みご飯。なんかさ、あっさりだけどさ、お肉とかがさ、ちゃんと味しっかりしてるからさ、バランスがすごいいいね。おいしい。なんか大人気って聞いてたから気になったけどね。すごくいいね。もうだってやっぱりソーキそばといえば中村そばらしいよね。さっきからずっとひっきりなしのお客さんいるし。はい、じゃあ感想どうぞ。ゴシーサーです。美味しかった。美味しかった。あっさりなのに、お肉はなんか柔らかくて、甘くて、ちゃんとなんか塩分を感じるっていうか。でも本当にお蕎麦自体は優しい味で、なんか 朝ごはんでもいける。そうね、麺は太めだったね。私細め派なのよ、麺。細めが好きだけど、でも、ソーキそばに関しては太めが好きかも。なんか縮れ太め。縮れ太め。美味しかった。美味しかったです。はい、美味しかったね。美味しすぎましたね。うわ、すごい、まだ並んでるもん。ねえ、まだ並んでるよ。ちょっと海の方行ってみる。そうだね。
砂浜は白いね。晴れてたらよかったね。でもさ、晴れてなくてもこんな綺麗ってすごいよね、やっぱり。晴れてなくてもエメラルドグリーンね、海やパダ。何？韓国語で海なんていうの？パダ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 、多分歯かパかよく分かってないけど、多分パダ、パダ。いいね。なんかいいよね、本当にこういうところ引っ越そっかなって思っちゃうよね。海の匂い、いい匂いする。なんかぼーっと暮らしたいかも。ミディアムだね。なんかフーフーしちゃった。なんでやねん。熱い。美味しい、天才。なんかでも本当に前日じゃない、昨日は晴れて、まあ、今日もちょっと雨降るかもっていう予報だったけど降られず、うん、結局ちゃんと晴れたので、うん、よかった。いい一日でした。あ、いい2日間で、1泊2日でした。次はきっと東北なのではないかと思っています。真逆だね、沖縄と。そうだね。そう。はい、また次も楽しみましょう。うん、ということで、荒木歩き沖縄編終了。ありがとう。ありがとう。じゃあこの旅は何シーサーでしたか？この旅はそうですね、10シーサーで最高が出ました。はい、5以上が出ました。もう全部で10。楽しかったですね。10シーサーありがとうございました。みんなも沖縄来てね。またね。またね。